皆さんこんにちは。今日は花粉で荒れてる時のメイクをやっていきたいと思います。はい、もうこの時期になってしまいました。なんと今日から肌荒れをしております。昨日から頬あたりがね、痒くなってきたなと思ってたんですけど、今日の朝起きて顔を洗ったら、もうここら辺すごい赤くなってね、より痒くなってました。もう本当に怖い、この時期は。なのでもうね、私の肌は花粉で荒れております。で、こういう時に私が使ってるコスメとかやっているメイクがあるので、今日はね、そちらを紹介していきたいと思います。普段にも使えると思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではスタート。はい、ということでメイクを始めていきたいと思います。今日は本当にひどくって、めちゃくちゃ赤みが出てます。もうここら辺の頬とかもそうだし、この目元のところとここら辺まで赤くなってて、でしかも今めちゃくちゃ痒いです。頬のところがね、本当に痒い。ちょっとヒリヒリしたりもしてます。もうね、本当にこの季節になってしまったので、すっごい悲しい悲しいというか、もうどうしたらいいのっていうか、もう適すぎますね、花粉が。まあ、皮膚科にもね、行ってるので、お薬をもらってるので塗ったりしてるんですけど、まあ、それでもちょっと追いつかない時もあります。で、こういう時に私がやっている、ナチュラルメイクをしていきたいと思います。まあ、こういう時はね、もうほとんどメイクはしない方がいいと思うんですけど、まあ、どうしてもしなきゃいけない時もあるし、特にベースメイクはしないと逆に外出れないので必ずしてますね。赤みを隠すというよりかは、皮膚を花粉から守るためにベースメイクは必ずしてます。もうそれしないとね、もう直で当たっちゃうので悪くなる一方ということで、まずはこちらを使っていきます。ディープログラムのアレルバリアクリーム、はい、こちらはリニューアルバージョンになります。これを全体に塗ります。もうね、本当にアレルバリアシリーズはもう信頼しきってますね。もうこれないと困ります、私はで、これを全体に塗っていきます。今ここにね、ニキビの治りかけもあります。これはもう本当に下地っていう感じで、特にカバー力とかそういうものはないですね。本当に保護するようなクリームというか、メイク下地っていう感じです。はい、これを全体に塗ってしっかり保護します。で、このリニューアルバージョンは前のものよりもしっかりね、フィットされるような感じもあるし、カバー力はないんだけど、ちょっと肌が綺麗に見えるような感じもしますね。普通のメイク下地にもいいんじゃないかなと思います。で、これと一緒に購入したこのディープログラムのアレルバリアエッセンス BB もすごくよくって、最近はね、これ1本で仕上げることが多いです。これもね、めちゃくちゃおすすめです。でも今日はこちらを使っていきます。オバジェシーのセラムファンデーションオークル20番。はい、これもね、私が本当に信頼しきってるファンデーションです。これは特に花粉から守ってくれるとかそういうことではないんですけど、カバー力もあるし肌に優しめなので、こういう痒い時でも私は使えるんですよね。美容液成分もね、入ってるし、荒れたりもしないので、この時期はね、これを使うことも多いです。これを全体にのせます。で、スポンジとかブラシとかでのせてもいいんですけど、こういう痒くなってる時はそういうちょっとした刺激も痒くなっちゃったりとかするので、こう指でね、優しく伸ばしてます。はい、こんな感じです。結構ね、しっかりカバー力ありますよね。頬の赤みとか目の周りの赤みとかもね、しっかり隠れました。保湿力もあって、カバー力もあって、で、薄すぎない感じなので、しっかり守ってくれて、すごく気に入ってます。で、このニキビのところだけ重ねます。このディープログラムのアレルバリア SSBB を使うか、こういう組み合わせで使ったりしてますね。こっち1本でもカバー力もあるし、紫外線からも花粉からも守ってくれるんですけど、ちょっと日焼け止めっぽい感じがあるので、乾燥しやすい方にはこれ1本だと保湿力が足りないかもしれないです。その時の肌状態によって変えたりしてます。
で、パウダーも私の大好きなこちらを使います。バントルテのミネラル UV パウダー、もう本当に何個目だろうっていう感じのパウダーで何回もリピートしてますね。あんまり色味がついてないんですよ。ほんのりベージュっぽさはあるんですけど、ファンデーションみたいな感じの効果はないです。で、これをバントルテのパフでのせます。はい、こんな感じでしっかり丁寧に全体にのせました。色味はね、ほとんどないんですけど、すごい肌が綺麗に見えますよね。これね、本当におすすめなんですよ。肌が弱ってない時でも私は一年中使いますね。つるっとしてくれるし、崩れにくいので、崩したくない時にもね、使います。で、すごいサラッサラのパウダーっていう感じではなくって、こうちょっとしっとりしてるような感じなんですよね。なので、保湿力もね、あります。SPF もね、しっかりあるので、もうパーフェクトなパウダーです。私にとってはでもすごいなくてはならないパウダーですね。これはもう本当に激推し。まあ、これもね、花粉から守ってくれるっていう感じではないんですけど、肌に優しいミネラルコスメなので、肌が弱ってる時でも私は安心して使えます。はい、ということでベースメイクはこんな感じです。まあ、工程は少ないんですけど、肌にいいものとか花粉から守ってくれるものをね、使うようにしてベースを作ってます。で、眉毛なんですけど、眉毛はいつも通りフーミーをね、使っていきます。ナチュラルメイクなので明るい方のカラーでナチュラルに描いていきます。はい、眉毛はこんな感じです。そしたらアイシャドウはこちらを使います。バントルテのミネラルシルクアイズパレットの桜ブラウン。すごい荒れてる時とかお休みしたい時とかはね、アイメイクしないことも多いんですけど、今回は少し荒れてる時でも私が使っているコスメをね、使ってメイクをしていきます。はい、これをね、本当によく使います。結構もうへこんでるので見た目でわかるかなと思うんですけど、この桜ブラウンっていうね、パレットがすごくナチュラルに使えて目元をきれいにしてくれるので気に入ってます。ということで、まずはこちらのブラウンを全体にのせていきます。アイシャドウもね、指で塗ることが多いですね、こういう時期は。はい、こんな感じです。これめっちゃ綺麗ですよね。薄いブラウンなんですけど、上品な感じなので、すごく目元が綺麗に見えます。で、このピンクと合わせてピンクブラウンにするのも可愛いんですけど、今日は荒れてる時のね、アイメイクなので、ピンクはね、使わずになるべく薄めにしていきたいと思います。でもこれも本当おすすめで、こちらの濃いブラウンを付属のチップでこの際のところにのせていきます。はい、こんな感じです。この組み合わせがめちゃくちゃいいんですよね。ちょっとやっただけでもすごい目元が綺麗に見えます。でも本当にね、荒れてて、ちょっとしかアイメイクしたくないっていう時は、最初の薄めのブラウンの方だけ塗ることも多いんですけど、荒れてるけどしっかりメイクしたい時にはこういう風にしたりしますね。で、アイシャドウはね、もう終わりです。結構もう本当にこの2つだけでもはっきりするので、これだけにします。で、ミューラーをしていきます。で、今回はアイラインを引かずにもうマスカラをしていきます。目の際のところが痒かったりするので、余計痒くなるんですよ、荒れてる時は。なのでアイラインはお休みをします。で、マスカラも塗らなくてもいいかなと思うんですけど、少し上がってたりとか、ちょっとある方が目もね、はっきりするので、少し塗っていきます。はい、アイメイク完成しました。結構アイライン引かなくても、こういう際にね、ブラウンとか塗っておくと目もはっきりするので、荒れてる時とか皮膚を休ませたい時とか、こういう風にアイメイクしてます。で、次はこちらを使っていきます。バントルテのミネラルシェーディングパウダー。まあ、シェーディングはね、しなくてもいいっちゃいいんですけど、こうするんだったらこういう風にミネラルコスメを使ってますね。こうバントルテはね、シェーディングもハイライトもパウダーであるんですよ。だからすごい使いやすくて、私はすごい気に入ってますね。もともとね、あまりクリームタイプを使わないので、こういう風にパウダータイプがあると、肌が荒れてる時とかでも、そういう時じゃなくても使いやすいので、すごい嬉しい。
で、ノーズシャドウもね、これで入れていきます。マスクでもね、ノーズシャドウを入れておくと顔がね、はっきりするので、ここら辺は入れておいた方がいいかなと思います。で、チークはもう本当に私がいつも普段から使っているんですけど、こちらです。 MIMC のビオモイスチャーチークの09番ブレッシング、もうこれは私の大定番のコスメですね。これをね、軽くのせます。ここら辺が今ね、かゆかったり赤くなってたりとかするので、もう本当に軽く優しくのせます。こうしっかりね、赤みとかをベースメイクで隠してるので、少しこういうチークとかも塗っておいた方が血色感も出ますね。軽く塗ります。はい、こんな感じです。色味も綺麗なんですけど、すごく肌も綺麗に見えるので、このチークね、普段にもおすすめです。で、ハイライトもバントルテを使います。ミネラルハイライトベール、ホワイト系とピンク系があるので、これを混ぜて使っていきます。で、これはね、ブラシでもいいんですけど、今日はちょっと手で塗っていきます。あまり刺激のないように、こうトン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 と乗せていきます。なんかハイライトもどちらかというと荒れてる時は塗らなくてもいいかなって思うんですけど、こういうミネラルコスメであるので、軽くね、ツヤを出していこうかなと思います。はい、こんな感じでナチュラルにツヤを出してみました。チークとかハイライトとかってクリームタイプのものとかもあると思うんですけど、特にこういう時期はなるべく使わないようにしていて、ちょっとやっぱりしっとりするので、その分なんかつくような感じがするんですよね、花粉が。なので、ここら辺が荒れてるから、なるべくそこにはつけたくないので、こうサラッとするようなものを使ったりしてます。まあ、そうじゃなくても、最後にね、パウダーで押さえてサラッとするようにすればいいかなと思うんですけど、まあ、そこまで重ねなくてもいいかなと思うので、パウダーで仕上げるようにしてます。で、リップはこちらを使っていきます。エトモスのシアルージュのオレンジペコで、ちなみに今使っていたリップクリームはバントルテを使ってます。これね、あのクリスマスコフレにセットになってたんですけど、最近単品発売されたそうです。すっごく滑らかでめちゃくちゃいいんですよ。重すぎなくてベタベタしないので、すごく使いやすいです。これもすごいおすすめ。ではこちらを塗っていきます。はい、こんな感じです。これもめっちゃ可愛くないですか？あのシアールージュなので透き通ってる感じ、透明感もあるんですけど、しっかり発色もしてくれるので、唇をね、綺麗に見せてくれます。これすごい可愛いですよね。春メイクとかにもね、ぴったりです。はい、ということでメイク完成しました。はい、今回は花粉でかぶれてる時のメイクをやってみました。こんな感じです。もうお出かけする予定がない時とか、もうスーパーだけとか、そういう時はもう本当にベースメイクをやって眉毛をやるだけとか、そういう感じなんですけど、どうしてもね、メイクをしなきゃいけない時とかはこういう感じのメイクをしてます。もう本当にね、この時期が来てしまったと思ってめちゃくちゃ嫌なんですけど、こういう感じでいろいろ工夫をしながらメイクをしたりとか、悪化しないようにしてます。なので、昨日今日ぐらいからね、頬にも出るようになってきたので、ちょっとね、またメイク動画が少なくなってくるかなとは思うんですけど、調子がいい時にはね、メイク動画撮っていこうと思います。はい、ということでこちらのメイクぜひやってみてください。はい、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。